新聞。新聞は、事件、事故や、政治や、経済や、芸能や、スポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディアで、記事文章や写真、図面などが紙、新聞紙に印刷され閉じていいものである。ポストオーナに関する新聞が存在しているのは、帝国郵便、神聖ローマ帝国が、自前の新聞を発行していたことに由来する。 河内温度で時事ネタを扱った歌である、新聞読みの新聞は、新聞と読む。新聞は、世界規模の出来事から、国内外、地域内、さらには、コミュニティの内部などの情報伝達手段として様々な、ものが発行されている。その中でも新聞社と呼ばれる新聞、報道を専門とした、会社組織、報道機関が発行する新聞は、 情報の影響する範囲が広範囲であり、マスメディアと呼ばれる。影響力は発行部数にほぼ比例する。小さなコミュニティの内部にも存在する場合があり、例えば学校のクラス、部活動などで発行する、学級新聞や学生新聞、地域で発行する、地域広報などがある。新聞は取り扱う範囲内で様々な情報を盛り込むことを特徴としており、 その対象層の中で広く読まれることや逐次性、速報性が重視されている。情報の伝達を使命としている点で同じ。紙メディアでもそれ時代が強い個性を持つ書籍や雑誌とは大きく異なる。そのため、使われる紙の質は悪く保存性は低い。ラジオテレビ放送やインターネットが発達した現代、社会においては速報性で優位に立てず、 低迷傾向にありながらも利用者にとって取り扱いが簡便であることや共有性の高さなどから依然情報、メイヤとしての地位は由来でおらず多くの人々にとって安価で多様な情報を入手するための有力手段の一つとして今なお存在感を保っており、おおむねどの国でもある程度の規模の都市であれば、鉄道や商店、街頭で販売または掲示されている様子を見ることができる。 おおむね書きのようになっている、ローマ帝国期のアルバムとも言われた、アクタデュールナが手書きの工法として存在した。紙製としては、中国の当時代の713年の734年頃に作られたが存在した。16世紀、活版印刷が可能となり、ドイツでニュースを記述したビラやパンフレット形式の印刷物が出版されていた、など。これらは不定期であった。 1605年、世界初の週刊新聞がストラスブールでによって創刊され、1650年、世界初の日刊誌、シューム一家が創刊された。17世紀半ばにはニュース本が定期的に出版されるようになった。特にイギリスでは、新京都革命や名誉革命を通じてニュース出版が発展し、日刊新聞や地方週刊新聞も出版されるようになった。 18世紀には、いろいろな新聞を読み放題のコーヒーハウスが登場た。裕福な商工業者であるブルジョアジーが新聞をもとに、政治議論を行い、貴族のサロンと同じように論壇を形成した。こうして新聞が一般化した18世紀に入ると、アメリカ独立戦争やフランス革命などの市民革命が起きるようになるが、この過程で、新聞は世論の形成に大きな役割を果たし、 樹立された新政府においては自由権の一部として法的に言論の自由が認められるようになった。欧米では19世紀の産業革命による都市人口の増加や社会変化に伴い新聞の大衆化が進んだ。アメリカでは1830年代にザザをはじめとするペニープレスと呼ばれる安価な新聞が普及た。 日曜新聞のような大衆新聞が成長し、印刷機の発達やロール紙の採用、広告の掲載などにより労働者階級に低価格で販売できるようになった。1884年にはオットマー・マーゲンターラーがライノタイプと呼ばれる昼食機を発明し、これによって印刷工が一行ごとに丸ごと活字を鋳造できるようになったことで新聞の 印刷スピード及びストが改善され、より安価に新聞が発行できるようになった。19世紀末になると、アメリカでは、ジョーゼフ・ピューリツァー率いるニューヨークワールド氏のように、戦場主義を重視する娯楽とての新聞と、ニューヨークタイムズ紙のように、客観性は別として、情報を伝えることに特化した新聞の二つの流れが、現れた。つまり21世紀現在のような新聞の出現は、 産業革命以降のヨーロッパからであり、産業を支える上で大きな存在となった。これは後にマスマーケティングの手法の一環としても用いられるようにな、企業の広告活動にも一役買うようになった。日本には、江戸時代には瓦版が存在し、大事件などの際に木版ですられ発行されていた。 現存する最古の河原版は1614年から1615年の大阪の陣を記事にしたものである。幕末になると新聞と名付けられたものがいくつか発行されるようになり、1862年に最初の新聞、看板バタビア新聞。1870年には日本初の日刊誌である横浜毎日新聞が創刊された。新聞という言葉は、 古来の日本語にはない。この後の書室は、北宋時代に編纂された東王朝の歴史書、新東女だとされている。新東女の芸文史には、当時代に書かれた書物の一覧があるが、その中に、上地数に、南祖新聞三巻ありとある。ここで言う、新聞とは、今の日本語で言う、風文つまり、ニュースという意であった。この定義での、新聞は、 真の時代にも書かれていた。例えば、権立帝が編纂させた、四古前書総明帝王では、真の義聖家の、主新聞という書物を紹介している。これは、現在の週刊誌のように、雑説をいろいろな本から寄せ集めたもので、怪奇現象や音量道の話、理事制の乱や琉球王国の話などが書かれているが、虚偽の内容、現代でいう、いわゆる、飛ばし記事が多く、 四古前書総目定用の編社は、編集方針がめちゃくちゃで間違いが百出していると批判している。新潮末期に、欧米人が中国で、を発刊し、現地の中国人たちもこれを真似て、新聞を発刊した際、古来の、という言葉を当てて、と読んだ。中国語では、21世紀現在も、をの意味で使い、テレビのニュース番組などのタイトルにも使用される。なお、 中国語におけるは、である。一方、朝鮮語では、新聞のハングル表記である、が、を意味する。日本語には、明治時代に、英語の、に相当する訳語として、この中国語が取り入れられ、お、お、と呼ぶようになった。夏目漱石の小説の中でもは、新聞紙であり、昭和初期に書かれたものの中にも、お、新聞紙と呼んでいるものがある。新聞紙条例。 新聞紙法などの、新聞紙は、の意味である。その後、新聞紙を、新聞と略すようになった。それに伴い、新聞紙を、の意味で使うことは減り、紙自体を指すようになった。一方、日刊紙、全国紙、各紙など、新聞の意味で、紙という漢字が使われることもある。現代英語では、お、と略すことがある、イコール、今日の新聞など、 また、公民の権利を守るという意味合いから、古代ローマの公職である、公民館に由来するトリビューンを、社名や氏名に入れている、新聞社も多い、シカゴトリビューンなど。日本では、新聞購読率が高く、新聞販売店による新聞の個別宅配制度が、他国に類を見ないほど発達している。またその価格に関しても、再販制度によって守られてきた。 しかしながら、2000年代のインターネット普及と、インターネットメディアの発達により、若年層のみならず、中高年層も含め、世界的な傾向として新聞離れの進行、新聞を印刷する紙価格の高騰、また総発行部が1997年の5377万部を、ピークに2008年には5179万部に、 広告費も1990年の1兆3592億円から2008年の8276億円にそれぞれ減少するなどその経営環境は厳しさを増している各新聞社は日本経済新聞の日経電子版など記事のネット配信に力を入れつつあり日経電子版のように一定の会員数を確保していメディアも存在している 新聞の専門家である川内隆は新聞社は今後携帯電話会社やポータルサイトと連携して情報産業の問屋として存続するのではないかと予測している一部にフリーペーパーに注目する向きもあるが収益のほとんどを広告収入に依存するフリーペーパーの経営は苦しいところが多く21世紀になってから配管が相次いでおり新聞に変わる 主要メディアとしての地位を得ることは難しいと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。